皆さんこんにちは、田中恵美です。今日紹介するカップ麺は明星女神カップ神太麺うま味噌です。約9割が麺を高評価。女神のカップに味噌が新登場。明星女神は超極太なのに締まりがあり、コシの強い神食感の神太麺を超濃厚なスープで味わう神うまな一杯が味わえる即席麺の新ブランドです。この度明星女神カップ第2弾として袋麺でも大好評発売中の味噌が発売されました。神太麺は発売前に実施した麺の調査で約9割の高評価をいただきました。そんな神太麺を2種類をブレンドした味噌に生姜、山椒、ニンニクを加えた香り広がる超濃厚な旨味噌スープで味わう、まるでラーメン店で食べているような神うまな新商品をぜひご家庭でお楽しみください。商品の特徴、麺、熱湯5分、超極太麺なのに締まりがあってコシが強い、まるでラーメン店で食べるような神食感の神太麺です。スープ、直下釜でニンニクを炒め、豚骨エキスと赤、白味噌を合わせた麺によく絡む超濃厚な旨味噌スープです。山椒と炒め野菜の香りが広がります。かやく、ひき肉、キャベツ、斜め切りのネギ、背脂加工品を組み合わせました。食べてみた感想、スープはコク深い味噌味、ほんのりと香る生姜や山椒の風味が爽やかです。麺は生感あふれるもっちりとした超太麺、コシが強く噛み応えも抜群で、まさに神食感。具材の野菜やひき肉もたっぷり入っていて、インスタントとしてはかなり贅沢に仕上がっています。ラーメン店で食べているかのような麺の完成度はもちろん、まろやかで濃厚なスープが冷えた体をじんわりと温めてくれます。袋麺で自分流に具材を加えるのもよし、カップ麺タイプで手軽にいただくのもよし。冬はやっぱり味噌ラーメン、神的食感、神的旨味あふれる大人気の一杯をぜひご堪能ください。約9割が麺を高評価。女神のカップに味噌が新登場。本日は明星女神カップ神太麺うま味噌を紹介しました。田中エミリでした。